Et bien salut tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour du Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connexion Recyclage X. Allez, il est temps de continuer l'aventure, enfin plutôt le film scénaristique on va dire. Allez, la vérité n'est plus loin. Ok, let's go. ママと同じ感じだった。ゼロのメルツって言ってたね。ああ。なぜお前たちがその名を知っている？あ！パパ！サスケさん！そうか、ナルトが。でもよかったよ。パパがおかしくなってなくて。サスケさん、メルツとかゼロとかって。一体何のことだよ。ゼロは組織名、メルツはその組織を束ねる存在だ。それ以外の詳しい情報はまだつかめていない。だが犯罪組織である奴らが今の忍界に対して行動を起こしたのは明らかだ。それが今の混乱だってのか。いきなりこんな大それたことをやるなんて、そんなことできるものなの？いや、予兆はあった。数日前にな。混乱の規模とタイミングを考えると、あの時の無限月読みもどきが関係あると思って間違いない。そういえば、あの時の光でみんなに変なあざのような印のようなものが浮かんだって話あったよね。うちの母ちゃんと今にも出てたっけ。けどよ、なんでか俺たちには出てねえよな。そうだね。あの時の月は直接見ていなくともあらゆる生物に光が当てられ因が生じたとナルトからの報告には書いてあった。スサノオを使い光を防いだ俺には因は出なかった。お前たちはどうやってあれを防いだ？どうやってって言われても。あの時俺たちはゲームをやってて、ずっとあっち側にいたから直接見てないんだよな。あっち側？わかー！ご無事でしたか？はっ、もしかして若もおかしくなってるんじゃ。俺は大丈夫だよ、普通だってばさ。そうですか。いやー、よかった。しかし七代目があんなことになってしまって、なんと申し上げればいいやら。片付け先生も七代目の様子を見たんですか？ええ、昨日の深夜新しく開発した科学人具を見てもらおうと思って火影室を訪れた時に。科学人具、それってそのカバンの？いえ、新しい科学人具は研究室に保管してます。この中にはお恥ずかしいのですが、忍者ヒーローズというゲーム機が入ってるんです。あれを持ち歩いてるんですか？ええ、一流のゲーマーたるもの、いつどこでもプレイできるようゲーム機を携帯しておくものですから。忍者ヒーローズ？さっき俺が言ったゲームってそれのことだよ。忍者ヒーローズとは、ここ最近急激に流行りだしたバーチャルオンラインゲームなのです。この特別な機器を装着するとバーチャル空間に移動でき、そこで様々な遊びを体験することができます。あ、バーチャル空間とは、そうですね、もう一つの世界と言いますか、現実世界とはまた違う別の空間。
まあ遊戯王の現実空間とでも言えばサスケさんには分かりやすいでしょうかね。現実空間。でもこのゲームには遊んだ後妙に疲れるって話があってさ、それについて俺らも情報を集めてたんだけど、サスケさん、これはどこで手に入れた？どこって普通に売ってるもんだってばさ。あ、そういえばそれを作った大元は分からなかったんじゃなかったっけ？そうなんですよ。実は私も気になっていたので開発元を調べたのですが、結局分からずじまいでして。どうしたのパパ？ねえボルト、ちょっといいかな？ん？どうしたんだよ。うん、いろいろと情報が積み重なってよくわからなくなってきたんじゃないかと思ってね。だからここでちょっと話を整理したらどうかな。そうすれば何か見えてくるかもしれないし。そうだな、俺も頭の中がごちゃごちゃしてたとこだってばさ。じゃあ簡単におさらいしながらまとめていこうか。今この葉隠れの里どころか人海中がおかしなことになってる。みんなの人格が変わって、それこそ戦争が始まろうとしているよね。これって元をたどれば何がきっかけだったか覚えてるかい？確か何日か前に起こった月の光のせいだよな。そう、あれの影響でみんなに因が浮かび上がった。そしてそれが今回の騒動につながっているけど、俺たちに因は浮かばなかったんだよな。うん、話によるとあの時の光は直接見ていなくても影響を受けるほど強いものだったのにね。じゃあ因が浮かんだ人と僕らの違いって何だったんだろう。具体例を挙げれば、ボルトの母親や妹には因が浮かんだのに君には出なかった。同じ家にいたにもかかわらずね。二人とボルトとであの時に違ってたことって何だと思う？違いって言われても正直忍者ヒーローズくらいしかねえんだよな。だね、ボルトも僕もそしてサラダもあの時忍者ヒーローズをやっていた。確かゲームの疲労感について聞き込みをやってたんじゃないかな。おう、その通りだってばさ。逆に言うとそれくらいしか違いがない。僕はここが大きなポイントだと思ってる。お前が言うとそれっぽいな。じゃあゲーム機かゲーム空間かどっちかに仕掛けがあるかもってことか。もし仕掛けがあったとして今回の事件とつながりがあるかどうかはわからない。でも調べてみる価値はあるんじゃないかな。だな。サスケさん、いろいろと考えてみたんだけどさ、ゲームそのものが怪しくねえかな。何がって言われたら答えられねえんだけど、でもそこにヒントがあるような気がすんだ。同感だ。俺もそう考えていた。どういうことでしょうか？違和感を覚えたのはボルトたちが月の光の影響を受けなかったことだ。ただゲームをやっていただけで特に対策を取っていたわけじゃない。だがあの時の光は生半可な方法で防ぐことはできん。俺のように特殊な術で遮断するか、それこそその場にいなかったかだ。いなかった？そしてもしいなかったのならゲーム自体に仕掛けがあってもおかしくない。ねえパパ、それってふ見えたぞ、隠し術式。しかもこれは口寄せに近いものを組み合わせた特殊な術式のようだ。口寄せ？それがゲーム機に仕掛けられているというのですか？そうだ、
大元となった術が何なのかは分からんが、何かを転送させる力を持っていると考えていい。しかもこれに仕掛けがあったことを考えると、他のものにも同様の術式が施されている可能性は高い。まさかそんなものが。これが俺たちが月の光に当たっても陰が出なかった理由。ああ、つまりお前たちは本当にこちら側にいなかった。そいつに仕掛けられた転送の術式でこことは違う空間に行っていたんだからな。でも転送って体ごと移動するものじゃないの？普通。術式の詳細が分かってない今、想像の範疇ではありますが、おそらくは精神体のみ移動するような術式になっているのではないでしょうか。そうでなければもっと早い段階で事件になったはずです。人が消えるゲームとしてね。確かに。つまり月の光による陰は人の体ではなく精神に感応する仕組みだったんだね。だからあの時向こうに行ってた僕たちには陰はつかなかった。ん？待てよ、精神が転送されてたってことはあの空間は、あ？っていうか忍者ヒーローズってのは。そう、これまで僕たちはゲームのバーチャル空間でゲームキャラクターを操作して遊んでいたと思っていたけど、本当はゲーム空間ではない他の空間に精神を移動させられてそこで遊んでいたということになるんだよ。マジかよ。しかしそれは精神を呼び込む空間がなければ成立しません。それほどのものを用意するとなると、よほどの術者でなければ。ウチハ一族なら可能だ。ウチハ一族？もちろんウチハ一族全員ができるわけではない。だが少なくとも今現在それができるやつは存在する。どういうことだってばさ。ここ数日俺はナルトから受けた依頼のため任界を回っていた。それは数ヶ月前に里を抜けたテグセという輩が盗み出した書についての調査だ。テグセですか？ということはその書というのは戦国封印誌のことでは。ああ、書には戦国時代に封印された危険人物についてその能力と封印場所が記されていた。俺は書の写しをもらい封印場所の調査を行っていたが、先日とある地点の封印が暴かれていることが分かった。そこに封じられていたのはウチハ一族の一人。名前は分からん、どこにも記されていなかった。ただ書によるとそいつはヤチホコという能力を持ち、ウチハ一族の兵器として相当な戦果を上げていたらしい。だが俺が注目したのは他にある。そいつがヤチホコとは別にツクヨミやアマテラスといった術を移植された記録が残されていた。アマテラスってパパが使うあの黒い炎のことだよね。ツクヨミっていうのは形状、時間、断り。術者が空間そのものを作り出し、そこに第三者をはめる術。本来なら相手の精神にダメージを与える術だが、もしそれを別の用途で使った可能性があって、それこそそれが忍者ヒーローズと仮定したら。その通りだ。バラバラだった情報がつながっていく。ことの鍵はウチハ一族の存在だ。あの無限つくよみもどき、あれほどの規模の術を操るにはウチハの力が絡んでいると見ていい。そして私たちがプレイしていた忍者ヒーローズの空間もウチハ一族のつくよみという術を使って生み出されている。
書を盗んだ手癖の足取りはずっとつかめませんでしたが、どうやら情報をまとめるにゼロに加担したようですね。しかしこれで合点がいきました。忍者ヒーローズは内派の力を利用し、彼の技術により生み出されたものだと。そんな奴らが作り出したものなら、開発元がよくわからないようになってるのもうなずけるよね。もはやゼロとゲームがつながっていることは明白だ。そしてゼロを止めなければ今の混乱は収まらない。ゼロに関して情報が少ない今、奴らとつながっているゲームにこそ突破口がある。お前たちはこれからゲームの中でゼロとつながりがある者がいないか調査しろ。もしゼロの関係者がいれば、奴らの狙いやアジトがわかるかもってことだよね。よし、やってやろうじゃない。ね、ボルト、ミツキ。おう。あ、来た来た。じゃあ早速調査を始めようか。ああ。どうしたのよ。今の事態を解決するためには私らが頑張らなきゃいけないんだよ。ま、分かってるってばさ。ボルト。ん？ゼロの関係者、実はもう察しがついてるんでしょ。え？常に忍者ヒーローズにいて、この空間を操作できる。もう一人しかいないよね、そんな人。あら、来てたんだ。まあな。どうしたのよ、沈んだ声しちゃって。いつものボルトらしくないじゃない。ああ、あ、わかった。またわがまま言うつもりでしょ。任務を増やせとか。まったく、仕方ないわね。本当はそういう要望聞いちゃいけないんだけど。まあ、ボルトだから仕方ないか。いや、今日はそういうことじゃなくて。ん？今、忍界中がとんでもないことになってんだ。お前、それ知ってるか？知らない。私はこのゲームのナビだから、外のことなんて知らない。俺の父ちゃんとか、みんながおかしくなっちまって、忍界で戦争が始まろうとしてる。ふーん。それで？何も知らない私に、そんなこと言って何になるの？それは。知らないはずないよね、君が。お前ら、どういうことよ。いろんな証拠が君につながってるってことさ。ボルト、この先のこと君が言いたくないなら僕が言うけど。この空間はゲームのバーチャル空間なんかじゃねえ。誰かが作った現実空間だ。そんなことを可能にするのは内派の突く読みって力で、今そんな芸当ができるやつがゼロっていう犯罪組織にいることも知ってる。ふん。このゲームとゼロがつながってることももう分かってる。つまりここにゼロの協力者がいてもおかしくねえ。協力者ってくらいだから、そいつは自在にゲームに関与できる力を持ってるはずだ。君、あの時言ったよね。でも、いくらゲームのナビキャラだからってバトルを勝手に用意するなんて、そんなことできるんですか？私はこの空間だったら魔法使いみたいなもんだし、それくらいわけないわ。そして実際に君はそれができた。じゃあつまりあんたたちはこう言いたいの。
この空間を自在に操れる私がゼロの関係者だと。そう、ナナシというキャラクターを操っている第三者がいるのか、それとも別の方法なのか、それはわからないけど。ボルトもそう考えているの？そうは思いたくねえ。けど、いろんなもんがお前に繋がっちまってんだってばさ、ナナシ！なんだ、バレたのか。じゃあ、やっぱり、ナナシさんが？でも、もういいか。だって演じ続けるのも限界だったし。空間については、あんたたちが言ってたことで正解。そして、ここを管理するのが私の役目。ナビキャラクターに扮してね。ナビキャラクターってのは、正直やりにくかったわ。言葉遣いはできる限りシステマチックにして、丁寧に対応。目立たず、作戦実行まで淡々と案内に努め、みんなにゲームを楽しんでもらう。はぁ、なんでこの私が、下劣な忍びに対して、そんなことしなきゃならないのよ。ほんとくだらない指示を出してきたもんよ。あの手癖とかいうやつ。でも、そこは従ってあげたわ。だって、願いを叶えてくれるんだもの、ゼロは。なんでそんなこと、お前が。回復手段が必要だったのよ。陰刻みの月読みをやるにしても、当の術者がチャクラ不足を起こしてたから、復活したばかりで。だから、この空間にチャクラ吸収機能を仕込んで、それを回復に当てたってわけ。あんたたちがこそこそと嗅ぎ回ってた疲労感の正体はそれね。なるほど。そしてチャクラを十分に回復させ、陰刻みの月読み、あの月の怪現象を起こした。そう、おかげで人界中の人間に陰をつけることができたわ。だから一応感謝はしてるのよ。回復に役立ってくれたあんたたちゲームプレイヤーにはね。あ、そうそう、奇跡集めについても感謝してるわ。特にボルト、あんたが持ってきてくれた奇跡が火影のやつだったんだから。どういうことだよ。ヤチホコって能力があってね、印をつけてリンクした人間の精神やチャクラを自在に操ることができるってものなんだけど、リンクした人間の精神を自在に操れるってことは、好きな場所に呼び出すなんてこともできるわけ。まさか。察しがついた？奇跡集めで戦わせた相手は、ヤチホコでここに連れてきた現実世界の精神体。それを倒して手に入れた奇跡は、その人にとっての奇跡、つまり記憶。奇跡の中の光を消せば記憶はなくなり、そして代わりとなる他の記憶を入れれば一気に洗脳できる。ご名答。じゃあ俺は父ちゃんの。だからあんたには面白くないって教えてあげてたのに。お前は本当にそんなことやって願いが叶うと思ってんのか。ただ混乱を生むだけじゃねえか。それが私の望みだもの。忍び同士が傷つけ合って、人界同士が潰し合って、忍びそのものが消滅することが。ゼロはそれを叶えてくれる。現に人界では戦争が起きようとしているでしょ。もう誰にも止められない。ふざけないでよ。絶対にそんなことさせない。
させないと意気込むのはいいけれど、どうやってさせないつもり？簡単だよ。君にいろいろと吐いてもらえばいい。記憶の戻し方、敵のアジトとかね。なるほどね。でもね、貧弱で愚かで小さく声だけは大きい、取るに足らない忍びのあんたたちが、この私に、この内花なしに勝てると思っているの？仮初めの姿も空間も私にかかれば自由。ナナシ、あの目と髪の色って私やパパと同じ。じゃあ復活したウチハ一族って、お前がその本人だってのか？それにしても空間を一気に作り変えるなんて。どう？私はこんなことも簡単にできる。あんたたちが叶うわけないのよ。それでも私に勝てるというの？なんて顔してんのよ。ゼロに加担すんのはやめろ。まだ間に合ってばさ。やめろ。ノーノーと現代を生きる忍び風情が誰に向かってそんな命令してんのよ。人界を潰すとかそんなことやっても意味はねえ。ただみんなが不幸になるだけだ。お前は本当はいいやつだって俺は分かってる。悪いことするようなやつじゃねえはずだ。あんたが私の何を知ってるのよ。私がどんな思いでいたか、どんな仕打ちを受けたか、あんたが何も知らない。シャリンガン、私には握りつぶしたいほど嫌いなものがたくさんある。私にとってそれは忍界であり忍びであり、とにかくそれを考えるとイライラして悔しくて、とめどなく怒りが溢れてくるのよ。だから私はゼロに加担し、忍びの世界をむちゃくちゃにしてやった。忍びなんて大っ嫌い。滅んでしまえばいい。これは。ナナシ！クリア。Baston, enfin! 28 minutes hein, qu'on a. Enfin, environ que là, que. Ça a commencé. Aïe! Ah oui, d'accord, 4 jauges de vie. Ça va être génial ça. On va aimer. Au moins, on a un vrai boss là. Et merde! なんだろうけど、今はそれを探りようがねえ。ouais, vrai boss. Je pense que j'évite parler en vrai. Waouh, 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 waouh. Oh, stylé. Tiens, prends mon Rasengan. Il y a une portée de 2m50. わからない。話をしてみないことには何も。もうやめろ。俺はお前と戦いたくねえ。あんたがいなければ悩むこともなかったのに。さっさと消しておけば。なんだ。目障りなのよ。あまり。どうした。あいつは。Trop dur. Ah
この空間では向こうの方が有利か。ナナシ！あの時いてくれたら。おい！元に戻った。そうみたいだね。おや、起きちゃったのかい。計画は順調なんだし、もういいでしょ。向こうを管理する必要はない。しかしだね。構わん。ナナシの言う通り、計画は順調。木の葉、砂、雲、岩、霧、五大里全てが戦争の準備を始めている。もはや第五次忍海大戦は時間の問題だ。世界には痛みが必要だ。痛みを与えることで、ようやく未熟な世界は一つ成長することができる。メルツ、貴様は俺に近い存在だ。大国に家族、仲間を奪われ、痛みを知った貴様は、俺と同じく誤りだらけの世界の断りに気づいている。故に貴様の意志は俺に近い。決して折れぬ神のごとき意志があれば、世界を変えることなどたやすい。その意志とともに、暁の宿願のため死力を尽くせ。世界が、人が、戦乱により里は疲弊し、滅びる。そしてペイン様の目指した力による統治を、我らゼロが実現する。ボルト、大丈夫？な、ああ。でも、これからどうしようか。彼女、結局逃がしてしまったし。おのおのの記憶が消えた忍海。すなわち、奇跡なき忍海が生まれようとしている。今の混乱を収めたいと願うなら、ついてこい。なんなの？ボルト。行ってみるか。なんだここ。他のプレイヤーがいない。さっきまでのところから
隔離された空間のようだね。見た目も現実世界のものに戻ってる。本当だ。ようこそ時だまりの前。あんたは大筒木トネリ、この星の監視役とでも言っておこうか。大筒木、まさかあの桃式の仲間だってのか。彼らとは違う。私は君たちの協力者だ。協力者？その話信じていいのかよ。それは君次第だが、今の君にはことを改善する有効な手段がない。だから怪しくともここに足を運んだ。そうだろ、ボルト。この人本当に敵じゃなさそうだよ。うん、なんかあいつらとは雰囲気が違う。はあ、手がないのは確かだし、二人が言うようにあんたはちょっと違うみてえだな。少しは信じてもらえたということかな。ああ、けどもしおかしな真似したら、そん時は。私は何もしないさ、ただ手助けをするだけだ。むしろこれからは君たちに動いてもらわなければならない。今の事態を打破するためにはね。あの、そのことなんですけど、今の混乱を収めるって本当にそんなことが可能なんですか？可能だ。だが簡単にはいかない。これまで人に根付き積み上げられてきた記憶を回復させる行為は相応の時間を要する。しかも今回失われた記憶は莫大。通常なら何十年何百年とかかるだろう。それだと意味がないんじゃ。だが今の世だからこその幸運な点がある。それは君の父渦巻ナルトの存在だ。父ちゃんの？君の父親は今現在を生きるほぼ全ての人間の記憶に関係している。大なり小なり差はあれとだ。それは戦争を超え皆に受け入れられそして浸透した彼の力、渦巻ナルトだからこそ成し得た力だ。今回はそれを利用する。つまり、まずは過去に遡りナルトの歴史をたどってもらう。そこで奇跡の回収を行う。過去に遡るってどうやって？この不思議な空間の特異性と大筒木の力をもってすれば限定的に可能だ。本？ただし過去に行けるのは一人だけ。しかも当時の出来事に干渉することはできない。それしか手がないってんならやるしかねえってばさ。渦巻ナルトの軌跡を回収できたのなら、それを私が解放しよう。解放された軌跡は本人を中心に第三者に広がっていく。波及的に広がった軌跡は再び光を灯し、そして皆の記憶が戻る。そういう手はずだ。分かったってばさ。とはいえこの作業は拘束時間長そうだよね。だったらそのことも含めて一度パパに報告しに戻ろうよ。状況の整理もしたいし、これからについて話し合わないと。だな。ならば急ぐことだ。残された時間は少ないのだから。Sinon, on joue quand ?戻ったか、
お疲れ、ボルト。あれ、お前ら。はい、我々のようにおかしくなってない組ですよ、彼らも。父さんも母さんもみんなおかしくなって、どうしようか悩んでたら片助さんが声かけてくれてさ。話は全部聞いた。こっからは俺たちも協力するぜ。何せ任界の非常事態だからな。それで何か動きがあったんだろう。うん、実は。そうか、逃がしたか。悪い。謝るのは後だ。まだ手は残っている。今はそっちに気を回せ。しかし記憶の回復ですか。急いだ方が良さそうですね。お前たちが向こうに行っている間、俺たちでこちら側の状況を探っていた。この葉隠れの忍びらはすでに里を立ち、戦争開始まで秒読み段階に入っている。田里の奴らも同様だ。一斉に行動を開始している。つまりどの里もメルツの洗脳状態だということだ。とんでもねえな。もはや俺たちに残された時間は少ない。いいか、ここからは3手に分かれる。一方はこちら側でゼロのアジトの捜索、もう一方は向こうに戻り奇跡の回復を進める。サスケさん、奇跡の方は俺にやらせてくれ。今回のことは俺に一因があるし、それにナルトの歴史をたどるのなら、元より適任者はお前以外にいない。わあ、サラダたちはアジトの捜索だ。可能な限り情報を集め、アジトの場所を突き止めろ。さらっと無茶言うね、パパ。ヒントもないし、見つかるかな。そういうのはよ、小さな穴からしっかり調べれば見つかるものだって親父が言ってたな。穴？ゼロって組織はここ最近動きが活発化したって聞いたぜ。ってことはだ、例えばスパイを送り込んだり、何かしら実験したりで大なり小なり表側と接触した可能性があるんじゃねえか。そういう時ってよ、割かし荒が出るもんらしいぜ。その荒を見つけ出して調査すれば、奴らの尻尾をつかめるかもしれねえ。でも荒を見つけるにもどこから調べればいいか。ひとまず最近の任務関係を洗ってみるのはどうでしょう。未解決の怪しい任務があれば、そこにヒントがあるかもしれません。あ、うん、なあサラダ、任務といえばこの前の。だよね、私もちょうどそれを思い出してた。もしかしたら、もしかしたら関係があるかも。な、何のことでしょう。詳しくは後で話します。パパ、ここ最近でスサノオンを使って戦ったことってある？ないな。だったらやっぱりあそこは怪しいかも。もう一度調べてみる価値はありそうだね。サスケさんはこれからどうすんだ？俺はナルトの足止めに向かう。奴が戦争に参戦してしまえば、それだけで任界に大きな被害が出る。奴を止められるのは俺だけだ。若、これを。通信機です。若はこれからあっち側ですからね。こちらに戻った時すぐに私たちに連絡が取れるように。サンキュー。ここからはそれぞれの戦いだ。行くぞ。頑張りましょう。on s'ennuie! Je veux savoir combien de missions en vrai. Attendez. Je veux savoir il y a combien de missions là, c'est pas possible. Naruto X Boruto.
Parce que je suis... Ah, ouais, bien sûr. Attendez, je regarde vite fait. Bah oui. Attendez. Oh, oui, plus merde. C'est pas grave. Allez, sur ce genre, les gens, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la attitude. Comme d'habitude, je procure. Vous que la chanson, vous que c'est lyrique, vous que c'est le dicton. Je vous laisse. Je vous fais un peu de partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. So, ciao, bye, bouti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.